あずまちゃん、2日前に酔っ払ってポットごとお湯飲んでここ火傷した漁師浜湯です。で、以前ですね、こちらの動画で漁師飯の再現がなかなか好評だったので、今回もとある地域のとある漁師飯を再現するために沖にやってまいりました。で、網は前日にこのように仕掛けてあるので、今日はその網を揚げていきたいと思います。はい、じゃあ網を揚げていきたいと思います。旗を揚げてロープをかけてローラーで網を巻いていきましょう。ちなみに撮影はこんな感じで一生懸命しております。もう撮影があるのとないとじゃ天と地の差で結構大変です。さあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。さあ早速1匹目やってきました。こちら皆様おなじみアジですね。僕も大好きです。でアジはその名の通り味がいいからアジという名前なんですが、アジは味に通ずというね言葉があるぐらい味の評価の高いお魚です。2匹目上がってきました。こちらはマダイですね。1月あたり、12月とかは小さな鯛ばっかりだったんですけれども、2月に入ってでっかい鯛が取れるようになりました。パワーもすごいです。こちらの鯛は網から外してもちろん生かしておきます。さあ次やってきたのは黒メバルですね。メバルは目がいい魚と言われているんですが、実は視力は 0.1 から 0.2 程度とされています。ちなみに視力がいいと言われるマグロ、カツオは 0.3 から 0.5 と言われております。ただ視力はそんな良くなくても目が大きい分光を取り込むので、それで夜に網とか見えやすくてですね、月夜にかかりにくいっていうのも納得がいくかなって感じです。でなんか大きいもんが来たって覗き込んだんですが、来たのはキジハタと小さなヒラメでした。でヒラメ今でこそ左右非対称なんですが、先祖はもともと左右対称で海底に適応するために左右非対称となった存在なんです。種の進化とは面白いですね。人間が二足歩行になったのと同じです。で今日一番の大きなキジハタがやってきました。結構ね相場良かったです。じゃあ一旦網を止めてこちらのお魚を外していきましょう。魚が外せたら生かしていきます。で小さなキジハタがいたのでこちらはリリース。関西とかではアコウって言うんですけど、赤魚がこう転化してアコウになったと言われております。その後も網を繰り続けますが、くれどくれど時間が過ぎるばかりで魚がやってきません。ここでみんな大好き水中映像ですね。かかっているのはメジナ、グレです。クレーから来てます。暗いって意味ですね。黒いからクレーでグレー、グレーです。で僕の大好きウマヅラハギが水中でホバリングしております。この子は餌食べる時も今みたいにヘリコプターのような感じでホバリングして餌を食べます。でタケノコの時期に美味しいタケノコメバル、模様がなんだろうあれとかも言われてますけどね。さあなんかでかい魚影が見えます。こちらコブがあるのでコブダイです。めちゃくちゃでっかいコブダイやってきました。でコブダイはですね、黒潮に乗って北海道の方まで北上することがあって、ただ北海道は寒いのでそれで死んじゃうんですよね。それで死んじゃったりする回遊魚を死滅回遊魚って言います。そんなちょっとかわいそうなコブダイちゃんですが、海の中ではハーレムを築いていたりするらしいので、ここは遠慮なく取らせていただきましょう。で次はさっきのコブダイと対照的な小ささ、こちらカサゴです。カサゴの中ではそんな小さくはないです。で網を繰り進めていくんですが、もう終わりが見えてきました。というわけで網繰り終了です。はい、じゃあ2枚目の網も食って帰ってきました。取れたものを見ていきましょう。はい、で1枚目の網でこれだけ、2枚目の網でこれだけの魚が取れました。だから合計これだけですね。コブダイがでっかいのが2つも。ほら、僕の足のサイズ 26.5 です。いいヒラメもいました。タケノコメバル、コブダイ、巨大キジハタ、マダイ、ウマヅラハギ、カサゴ、小さいのはリリース、黒メバル、
ネジナ、オニオコゼ、アジゴ、ヒラメ、ネイタガレイ。じゃあこれ生かして明日一番持っていきます。はい、おはようございます。というわけで市場行きます。朝の4時半。おかげあるなる、あーいかがなへしかく。港へ着いた。長靴を履きに行く。尺稼ぎ長靴を履く。靴は揃える。手袋は返してバン。扉を開ける。積む積む積む。移動する。バケツで水を汲む。注ぐ。7分目、いや5分目。電気をつける。蓋を開ける。魚をあげる。アコを出す。魚を生かす。入れる。酸素を入れる。ほら、マダラちゃん。マダラがいる。とてもかわいい。はい、じゃあここからはいつもの感じで小入れしていきたいと思います。とりあえず網水の魚を全部上に出しました。こんな感じでたくさん取れていますね。で、小さなヒラメが混じっていたので、こちらはリリース、大きくなってまた帰ってきて、そしてうちの、貯蓄になってください。というわけで残りのイカシモをイカしてタイを締めていきましょう。タイはですね、目の左上に脳天があるので、そこを狙って締めていきます。で、締めたら次エラのところ切って尻尾も切る。で、魚はですね、このように骨の下に血管が通っているので、そこを狙って、傷をつけてあげると、まあ、血がよく抜けます。で、魚が締めれたらっていうか、血管に傷が入れれたら、その血が固まらないように水の中で血抜き。で、次コブダイを締めるんですが、これがものすごいパワーで、とてもじゃないけど、もう本当にガチで手では抑えられません。で、こいつも同じように締めれたら、池間の中で血抜きをしていきましょう。で、血抜きができたら、血抜きができた魚をカゴの中に入れて、上に持ってこのカゴ、入れ物の中に入れていきます。入れ物の中に全部入れれたら、氷を入れてしっかりと冷やし込み、蓋を閉めて市場へ持っていきたいと思います。レッツゴー。はい、というわけで市場から帰ってきました。で、今日作る漁師飯がですね、幻の温子寿司って言われる寿司です。三重県島の漁師飯で、手ごね寿司と温子寿司の二大寿司と呼ばれていたんですけど、最近では若い人は知らなくなってしまったみたいです。今日はその再現をしていきたいと思います。レッツゴー。じゃあ魚あげていきます。よいしょ。一応スズキとヒラメとグレ置いてたんですけど、今回はグレとスズキでいきましょう。見事なグレですね。で、魚はここに脳天があるので、ここを締めてクリクリと、これで締まった。ポンポンで、スズキも締めて、で、エラの下切って、尻尾もカッツ、グレも。じゃあ魚は水入れて、で、血が固まらないように海でバシャバシャします。それじゃあ締めたスズキの鱗を取って、頭を落としていきます。で、頭を落とすときに盛大に、苦玉を切ってしまいました。まあ、話は変わるんですけれども、温子寿司の発祥の島の南端和具は、古くからですね、カツオ漁が盛んな漁師町で、魚介が豊富な海辺の集落に伝わってきたのが温子寿司と言われております。で、春先はカツオ、別の時期にはイワシやアジなど、その時々に取れたものを使う、もうまさにまさに漁師飯。手ごね寿司の方がまあ有名なんですけれども、もう一つ地元で愛されてきた漁師飯なんですね。じゃあ一旦事務所に帰ってきました。本当はね、外でやりたかったんですけど、雨が降ってきたので事務所でやっていきます。はい、じゃあスズキを3枚おろしにしていきます。で、温子寿司はですね、漁師が沖に行って、その日取れたものを握ったのが始まりです。握ったっていうか、食べてたらしいですね。
背側も落としていきます。スズキってなんか中の骨の形がちょっといびつで難しいんですよ。慣れるまではね、慣れてしまえば完璧です。でこの感じ、春前のスズキなんですけどちょっと肥えてきて美味しそうです。で反対も、じゃあ次はグレですね、まあ、メジナっていうやつです。で温子寿司はですね、その地域では大勢の人が集まる冠婚葬祭のメニューとして結構ね人気だったみたいです。で作り方は切り身に塩をたっぷり振って握ります。で田んぼの少ない島では米が貴重品だったため、昔は麦飯に塩だけ振って握ってたらしいです。なるほどね、赤。反対も、で腹骨を取って、でミスはリカバリー、で皮も引いて、いい感じで、グレも、で血合い骨も取って寿司用に切りつけていきます。はい、じゃあ身になりました。こちらがスズキグレ、そしてこちらサーラの漬けですね。で今でこそ漬けとかで使用するんですけど、昔の温子寿司はガチで塩だけ。こちらの切り身に塩を振って、でこねこねと、これで OK。はい、じゃあいらっしゃいというわけで、温子寿司早速握っていきたいと思います。で温子寿司はですね、まあ今でこそさっきも言いましたが、漬けとかね、酢飯とかいろんなこうやり方でされているんですが、昔の本当の温子寿司っていうのは漁師が獲れた魚をまあ握るわけで、もうザ・ただの白飯でやっていたらしいです。はい、じゃあ握っていきます。多分ね、その漁師さんたち、握ってた漁師さんたちもそんな細かい握り方はしてなかったと思うんで、その漁師さんが握るならもう多分おにぎりだろうということで、もうまん丸にしていきます。でそれにこう身を乗せて、でさらに反対側も身を乗せるんですね。でこれで握って、これで完成。これが温子寿司です、多分。で温子寿司の名前の由来なんですけど、温子、つまり赤ちゃんを背負っている、まあこの様子が赤ちゃんをおんぶしている様子に見えることから温子寿司になったっていう説と、それから無病息災とかを祈願して温子寿司をお供えしていて、それを因の子持ちと言ってたんですけど、それが転化した説。ちなみに因の子持ちっていうのは日本各地に伝わるイノシシの子持ちのことで、まあ餅みたいなやつなんですけど、そのイノシシの子に似た形から、まあ、因の子持ち、因子持ち、子持ち、因子、温子寿司になったと言われております。はい、というわけで温子寿司の完成です。はい、それじゃあ小通り、はい、というわけで完成しました。島の漁師が愛した温子寿司です。それじゃあ竹を始めようか。で途中作っておいたあら汁も添えて、めちゃくちゃうまそうで、めっちゃ早くできた。さすが漁師飯。はい、それではいただきます。いや、さすが漁師飯というだけあって、もう白飯握って身で挟む、それだけ。醤油も何もつけない、もうザ漁師飯ですね。早速いただいてみましょう。酢飯も何もなしですからね。いただきます。うまっ、うまっ、想像と全然違う。正直ね、身に塩振っただけだったんで、あんまご飯、抜くご飯と食ってなんかちょっと気持ち悪いんかなと思ったら、食べた瞬間にすんごい美味しいおにぎりが
頭の中でイメージできるようなそんな美味しさ。その後に魚本来の旨味っていうのがしっかりきて、ご飯との相性が抜群です。ほんと醤油なくてもいい、まあこれは米だけですけど、いやほんとね、びっくりするぐらい美味しかった。ああ、スズキの頭は出汁がよく出ます。でさっきグレ食ったんですけど、今度スズキの方食いたいと思います。うん、うまい。本当にね、すんごいうまいおにぎり食ってる中に魚のうまみが入ってる感じ。まあもちろん漬けとかでもうまいと思うんですけど、初めてこの塩だけで食うっていう、なんか普通の酢飯じゃないやつで、これ考えてるの結構すごいな。やっぱ日本人は米と塩と魚は好きなんですよ、遺伝子レベルで。うん、うまっ。でサワラの方は漬けなんで、この動画内で今食べるのはやめておきます。じゃああとはゆるりといただきます。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。三重県志摩の、おんこ寿司というねお寿司だったんですけれども、本当にね酢飯じゃない、米と塩魚のみ、めっちゃ簡単でもすぐできる、すぐできるけど食べてみてびっくりな味です。皆さんもぜひねお家で試してみてもらえたらなと思います。本当にびっくりした。というわけですごい楽しい撮影でした。本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. Bye bye.